ターニャ・サビチェは、タチアナ・ニコライ・エーブナ・サビチェは、1930年1月25日から1944年7月1日は、レニングラード包囲戦の課中において、日記を残した少女。ターニャは、ニコライ・ロディオノビッチ・サビチェフと、マリーア・イグナチ・ェーブナ・サビチェワの罰子として生まれた。父親は、彼女が6歳の時に亡くなり、妻のマリーアと、次男三女が残された。 一家は1941年の夏を田舎で過ごす予定だったが、6月22日に始まった独祖戦によって彼らの計画は台無しになった。すでに町を離れていたミハイル以外は全員レニングラードに残ることにした。彼らはそれぞれ軍を手伝って働いた。マリーヤは軍服を脱い、両家はアドミラルティ造船所で船盤を動かし、ジェーニャは 弾薬工場で地雷のケースの製造に従事し、ニーナは防衛ラインの工事に携わり、おじのバーシャと両者は防空部隊に参加した。11歳のターニャも残豪を掘り爆弾を運んでいた。ある日、ニーナが仕事を、彼女はラドガ湖へ送られ、そこから急遽市外へ脱出させられていた。しかし家族はそのことを知らず、彼女が死んだものと考えた。 ターニャの日記ニーナがいなくなってから数日後、母のマリーヤはターニャに姉のものだった小さな手帳を与えた。後にそれはターニャの日記として知られるようになる。ターニャは厚手のノートに彼女の人生で重要なことをすべて記録したちゃんとした日記をつけていたが、冬にストーブにくべるものがなくなって、そのノートを燃やしてしまい、姉の手帳をその代わりにしたのである。 最初の記録は12月28日に姉のジェーニャの死亡から始まっている。ジェーニャは毎日まだ暗いうちに起きては7キロ男で往復し、1日に交代の工場勤務ばかりか就業後の献血もした。もともと体の弱かった彼女は、そんな生活を続けられず、工場で死亡したのである。それからの日々、手帳には肉親が死んだという事実とその日時だけが淡々と、 綴られていく。日記は次の言葉で終わっている。1942年8月、レニングラードから救出された140人の子供たちがクラスヌイボール村へ送られた。クラスヌイボールの孤児院の教師だったアナスタシア・カルポワは、幸運にも1941年にレニングラードを離れていたターニャのアニメハイルへ手紙を書いている。ターニャは生きていますが、とても具合が悪そうです。 彼女を見た医師は重い病気だと言っています。彼女には西洋特別な看護、治療良い気候、そして何よりも母親の優しさが必要です。クラスヌイボール村へ送られたターニャは1944年5月にシャトコフスキー病院に入院。わずか1ヶ月後に亡くなり、クラスヌイボール村に避難した子供たちの中でただ一人の犠牲者となった。 サビチェフ記の中で生き残ったニーナとミハイルは戦後、レニングラードへ戻り、残されたターニャの小さな手帳はニュルンベルク裁判の際に連合国の検事によって証拠品の一つとして提示された。現在、日記はレニングラード歴史博物館に、そのコピーがフィスカリオフ記念墓地に展示されている。ありがとうございます。